はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理近畿地方丸2をお送りします。で、前回からね、この近畿地方が始まって、これで2本目で、前回は兵庫県そして大阪府を取り上げたんですが、まあ、その続きで今回は3つの都道府県を取り上げていきます。で、穴目は全部で9問となってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきも言ったように、前回は兵庫、そして大阪をやりました。で、兵庫がここ。で、大阪がここね。で、その南の、こっからこういう感じで回っていきます、今回。では、まず C の都道府県。そのね、場所の都道府県、名前からいきましょう。で、C は、平和の和に、歌に、山と。で、和歌山県ですね。C は和歌山県です。で、まず、和歌山県の話なんですけど、ちょっと和歌山から出ます。姫路から境、和歌山にかけてを、ほにゃらら工業地帯と言います。で、この近畿地方の話で出てくる工業地帯はもうこれっていう風にね、覚えてほしいんですが、まず名前からいきましょう。名前が、阪神工業地帯です。まあ野球のチームのね、名前にもありますね。阪神です。で、場所区としては、姫路っていうのはまあこの辺です、大体。兵庫の話ね。で、こう、境、和歌山なんで、大体、この辺りです。場所としては。で、ここで、阪神工業地帯っていうのがあります。いいかな？で、ちょっとね、また追加で今言葉を入れるんですが、まずこっちからいっちゃいますね。で、また、和歌山県は、みかんとか、ほにゃららの栽培が盛んです。で、これ、みかんとかね、梅ですね。梅なんかを覚えておくといいと思います。で、さっきね、追加で、覚えてほしい言葉なんですけど、今、まあ、教科書にも多分これが載ってるとこ多いと思うんだけどね。パネルベイっていう言葉があります。パネルベイ。で、これはですね、この、ここ。まあね、その工業地帯、この地域なんですけど、ここの工場のまあ跡地とか、まあ埋め立て地なんだけど、埋め立て地の工場跡地なんかを利用してね、液晶パネルとか太陽電池なんかを生産する新しい工場がいっぱいできてます。その地域に。で、そこ一帯のことをパネルベイと呼ぶので、この言葉ね、ぜひ覚えておいてください。では、次 D のね、都道府県行きましょう。で、和歌山のこっちですね、東側、まあ、東、北東になるかな、ちょっと。で、その場所の都道府県名が、奈良県ですね。いや、奈良県です。で、奈良県にはたくさんの寺院があります。で、これはですね、今回取り上げないんですけど、次回出てくる京都府も同じですね。京都と奈良にはすごく寺院があって、例えば東大寺、これ大仏で有名だね。あとは東照大寺なんかの寺院がたくさん残っていて、その中でも、聖徳太子の作ったほにゃらら寺と、その周辺の建造物はほにゃららに登録されています。で、まずね、聖徳太子が作った寺といえば、法隆寺ですね。法隆寺。まあ、歴史でも出てくる法隆寺。で、まあ、法隆寺だけじゃなくて、その周辺の建造物全部含めて登録されているのが、世界遺産に登録されています。だから、世界遺産に登録されていると。いうのを覚えておいてください。よし、ではそのね、また東に行って、で、ちょっとですね、こう、どうやってうまく印刷しても、ここが切れてしまって申し訳ないんですが、まあ、ここ、ちょっと出ます、もう少し。こんな感じで。で、この都道府県、まず名前からいきましょう。あそこが三重県ですね。三重県です。で、まず三重県。東部のほにゃらら半島っていう、その半島名を覚えてください。で、それがね、もう切れちゃってこの場所なんですけど、まあ、こんな感じになってるかな。で、この場所。で、この半島の名前が、これ下手だから気をつけてね。これで、島半島と言います。いいかな、島半島です。
で、なんでそれを覚えてほしいかっていうと、その志摩半島の地域、ホニャララ海岸っていうのが発達しています。で、これね、前にも言葉出てきてるんですけど、リアス海岸って言います。あの、ギザギザに入り組んでるところ、まあ、この辺ね、この辺の地域がリアス海岸なんですけど、それがあります、志摩半島には。で、それが発達していて、養殖がすごく盛んです、その志摩半島の地域でね。で、また松坂市っていう市があります。で、場所で言うとですね、またこの辺なんですけど、大体その松坂市では肉牛の飼育が盛んです。でも松坂で肉牛なんで、もうね、松坂牛です、有名な松坂牛、それがね、有名で、まあ、全国に有名であるというふうになってます。いいかな。で、ちなみにさっきまでちょっと話しましたけど、奈良っていうのはとても寺院が多い。で、京都もそうです、次回出てくる。で、こういう奈良とか京都のことを古い都と書いて古都と言います。この言葉も覚えておきましょう。奈良とかね、京都は古都と呼ばれているので、まあ、その言葉も覚えておいてください。では今回は社会の地理、近畿地方丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回でね、近畿地方一応最後になるつもりなので、もう一本撮りますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。